さてさ、ショコレでございます。電気ついてない。あのですね、今何から話そうか。今部屋の掃除を、前回の動画を撮っていて、部屋の掃除を今している最中だったんですね。エアコンのリモコンがなくなりました。ゴミをですね結構出して、その中にもしかしたらリモコンを入れてしまっているかもしれなくて、今非常に暑いですけど、やっぱり何かがなくなったらね、何かが増える。まあ結果増えてないんですけど、すごい昔の18の時に手に入れたものが押し入れから出てきたので、それをちょっと動画にしたいんですけど、まあ暑い。あれね、エアコンのリモコンがないと本体にボタンなくて、富士通のエアコンなんですけど、なんかスマホのアプリでリモコンないかなと思ったんですけど、エアコン自体がそれに対応してる時に発売してるものではないので、どうしたもんだ。そんなことはいっか。とりあえずですね、もうパッパと行きましょう。物を見せます。すっごい重たいんですよこれ。もうブランド名書いて、ちょっと置きますね。重たい。もうブランド名が書いてあるから中身何かお分かりだと思うんですけど、出てきちゃった。マイボールですね。ラウンドワンで作ったマイボールが出てきました。よいしょ。ちょっとケースどけようか。簡単に説明しますと、高校生の時に同級生がラウンドワンで働いていて、その当時なんだっけな、投げ放題5ゲームみたいなやつを5回ぐらい行ったら、マイボールを2000円だかいくらかで作れるよっていうキャンペーンをやっていて、で、まあ、友達が働いてるからって言ってね、学校帰りによく行ったもんですよ。その時に作ったやつがずっと僕の押し入れに入っていました。記憶を蘇らせて話しますけど、ハウスボールってだいたい指入れる間隔これぐらいなんですよ。なんですけど、マイボールっていうのはすごい開いて、これぐらいで指を入れます。こうやって結構開いてると思いませんね。で、ボールの中心は多分この辺なんですけど、重心をずらして穴を開けて持つことによって、なんかより曲がりやすくなるみたいな感じの説明をその時多分受けてたと思います。でもだいぶ埃かぶってるし、ボーリングする時ってみんなタオルで拭くじゃないですか。その作業をしないとうまく回らないと思うんですけど、とりあえずマイボールが出てきました。なんでこれでボーリングに行きたいと思います。ただ、問題はこっからです。ここにですね、箱の違う同じケース、同じ重みのものも一緒に出てきています。はい、またもやマイボール。これはね、友達のやつなんですよ。友達のやつって言っても、今も友達かって言ったらそうではなくて、もう本人に返すことはできないんですけど、その当時僕は高校生で作って、で高校生でバイトをしながらですね、初めて高校卒業したぐらいかな、ワゴン R を購入しましたよ。車を持っていたので、友達とボーリング行く時に、これまあ重たいですよね。なんで僕のワゴン R のトランクに僕のとこの友達のものを一緒に入れていたわけですよ。でまあ次第にボーリングにも飽き、ずっと僕のワゴン R のトランクに入っていたもんだから、今でもここにあると。僕よりもすごい大柄な友達だったので、まずねこの手の大きさが合わないので、第一関節が入らないんですよ。全部が入りきらないで、持てるけどすごい親指の関節のところがすごい痛くなるんですよ。だし指のところも僕よりも全然太いので、まあちょっとこれを投げることはできないんですよね。ちょっと重たいんで置きます。というわけで、近々、予定を合わせて誰かしらとボーリングに行きたいと思います。うちのメンツで言うと小林くんが一番背が高いんですけど、小林くんそんな腕太くないし手も大きくないんで、多分僕と同じボールを使えると思うんですね。なんでちょっとメンバーじゃない職場の人に、大柄な人がいるので、その人に渡してみて、プレゼントだよっていうことであげてね、
ボーリングに付き合ってくれるようちょっと打診をしたいと思います。はい、そんなところでございました。とりあえずちょっとボーリングの球片付けてエアコン探さないと、もうこれ寝れないんで。なんかあれかな、強制ボタンみたいなのって確かありますよね、エアコンってね。どうにかして今日寝ることを考えたいと思います。以上です。ではショコレでございました。また明日。